こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。このチャンネルではダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。また、ダイエットに関する無料のメールマガジンも配信しています。こちらも読んでいただけると、ダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。メルマガに関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。今回は、痩せない、もしくは食欲が止まらない、ダイエット中の困った時に、とにかくやるべき行動5選というところで、何か行き詰まって自分が悩んでて何をすればいいかわからないっていう時に、とにかくやってみてほしい行動についてお伝えします。今回の動画を見ることによって、体重が減らなかったりとか食欲が収まらなかったりして、もうどうしたらいいかわからないっていう時に、とりあえずやってみるべき行動っていうのが理解できるようになりますので、もし今あなたがダイエット中で何か行き詰まっているっていうのであれば、必ず今回の動画を最後まで見るようにしてください。では早速内容の方に入っていきます。ダイエット中って体重が減らなかったりとか食欲が収まらなかったりして、結構行き詰まることって多いと思うんですよね。私の動画を見たりとか、他の人のアドバイスを受けていろいろ実践してみるんだけど、変わらないっていうこと結構あると思うんですよ。でそうした時にですね、一番良くないパターンっていうのは、自分一人で悩みすぎて、でその悩みがきっかけで不安が強くなって、さらに食欲が乱れてしまって、食べて体重が落ちなかったりとか、逆に太ってしまったりとか、そういう風なことになるのが一番もったいないわけですね。なのでそういう時っていうのはですね、とにかくですね、行動するっていうことが大切になります。じゃあその時にやった方がいい行動ってどういうものがあるかっていうと、私がおすすめするのは主に5つあります。まず1つ目が本を読むっていうことです。でダイエットに限った話じゃないんですけど、なんか行き詰まった時にですね、その突破口となるきっかけとなるのはですね、結構本であること多いんですよ。本っていろいろな人の考えとか経験とかがあるので、それを見ることによって結構ですね、自分の考えとかが変わったりとか、他にも新しい気づきがあって、その気づきによって悩んでいるものが解消されたりとかっていうのが結構多いんですね。なのでとにかくですね、悩んでる時で、しかも本を読む余裕がある人っていうのは、本を読むことをお勧めします。この時読む本っていうのはですね、できるだけですね、難しくないものにしてください。行き詰まってる時に読みにくい、理解しにくい、難しい本を読むと、さらにその本を理解できないっていう自分に対して嫌気がさして、それがまたネガティブモードに入っていってしまうんですね。なのでできるだけ読みやすい本っていうのを読むことをお勧めします。私はですね、結構いろいろな人にお勧めするんですけど、みんなに読んでほしい本としてはですね、例えば小さな習慣っていう本だったりとか、小さな箱から脱出する方法、そして3つの習慣、この3つの本っていうのは結構紹介することが多いです。自分の今の人生を見直したりとか、あとは考え方を変えたりするきっかけになる本ですので、もしですね、何か本を読んでみようか、だけど何を読めばいいかわからないっていうのであれば、今挙げた3つの本っていうのを読んでみてください。でこれらの本に関しては概要欄に詳細のリンクを貼っておきますので、興味があれば買ってみてください。そして2つ目が人と会うっていうことです。で本と同じように、人と会って誰かと話をすることによって、新しい気づきを得ることって結構多いんですね。何か自分が行き詰まった時に、そこを抜け出すためのきっかけっていうのは、本か人との出会い、この2つであることが多いんですね。なので行き詰まった時は、誰かと会って話をするっていうことがものすごく重要になります。誰かと話をする時って、自分の頭の中のモヤモヤを言語化して話をしないといけないですよね。でこの言語化するっていうことはですね、自分の今の悩みっていうのを明確化して、そして客観的に見ることができるようになります。でそうなるとですね、どうなるかっていうと、今の悩みっていうのは、実はそんなに悩んでるほど大きなものでもないっていうことに気づいたりとか、客観することによってどういう風にすれば改善できるのかっていうアイデアが思い考えします。なので誰かと会って話をするっていうことがものすごく重要になるんですね。でこの時会う人っていうのも結構大切になります。例えばあなたのことを全く否定せずに話を聞いてくれる人、そしてあなたが気を使わなくていい人、尊敬できる人、こういう風な人と会うことが大切になるんですね。間違ってもあなたの意見に対して、いやでもそれはって言って否定をしてきたりとか、あとはあなた自身が会いたくないなって思ってる人と会うと、さらにネガティブになってきますので、話を聞いてくれて、そしてあなたが納得できるようなアドバイスをいつもくれるような人と会うっていうことが大切になります。一番大事なのは気を使わなくていいっていうことなので、あなたが気を使わずに自分の悩みを思いっきり話せる人に話をするようにしてみてください。そして3つ目が動物を飼うっていうことです。で動物を飼うってなんか関係あるのかって思う人が多いと思うんですけど、実はですね、動物と触れ合うっていうことはストレスを解消することにものすごく有効だっていうのが分かってるんですね。もちろんですね、動物が苦手な人っていうのは無理やり動物を飼わなくてもいいんですけど、そうでないのであれば、あまりにも悩みすぎてずっと続いているのであれば、動物を飼うっていうこともありですし、動物に触れ合いに行くっていうこと、これだけでも全然いいと思います。とにかく動物と触れ合うっていうことは、ストレスやモヤモヤを解消するきっかけになりますので、今まで考えたことなかったのであれば、ぜひ試してみてください。そして4つ目が土いじりをするっていうことです。土いじりって何かっていうと、例えば家庭菜園とかですね、あとは普通に公園に行って子供と泥で遊ぶとか、何でもいいんです。とにかく土を触るっていうことも、さっき言った動物と触れ合うことと同じように、ストレスを解消したりとか、モヤモヤを軽くしたりする効果がめちゃくちゃあるんですね。何でもいいんですよ。別に草抜きでもいいし、自分の畑を持つでもいいし、普通にプランターで野菜を育てるとか、何でもいいんです。とにかく土に触れることによって、人間ってのはリラックスしやすくなるっていうのが分かってますので、もし家
家でそういう風な家庭菜園とかそういうものができるであれば土いじるっていうのをやってみるのはありかなと思います。ちなみに私も庭に畑を作ってるんですけど、気持ちがモヤモヤしたりした時とかはお仕事をせずにそっちの畑の方に行って土を触ったりとか植物を触ったりするようにしています。でさっきの動物に関しても、最近犬を飼って犬と結構触れ合ってるので、そういう風なのでもモヤモヤが軽くなるっていうことは実感してますので、ぜひ動物を飼うとか土いじりっていうのはやってもらえるといいんじゃないかなと思います。そして最後が山に行くっていうことです。これはですね、山じゃなくても海でもいいんですけど、自然と触れ合うということが大切なんですね。で自然と触れ合うということも、さっき言った動物と触れ合うと土いじりと同じように人の気持ちをリラックスさせる効果があります。まあこれはですね、もうなんとなくわかりますよね。なんかマイナスイオンのとこに行ったら気分が軽くとか、多分そういうのってわかると思うんですよ。で特に自然が好きな人っていうのは、そういう風な自然のところに行くっていうのは悩みを解消したりとかモヤモヤが晴れるいいきっかけになりますので、何か悩んでる時っていうのは自分が好きな場所、山でも川でも海でも何でもいいです、自然と触れ合うとこに行くっていうことが効果的になります。ダイエットしててモヤモヤしてて家にいるとネガティブなことしか考えないですし、何か食べたくなるっていうのが普通なんですね。それぐらいだったらもっとやっぱり体にいい場所、外に行って自然に触れ合うことによってモヤモヤを解消するっていうことが有効になりますので、ぜひですね、この自然と触れ合うっていうこともやってもらえるといいかなというふうに思います。このようにですね、ダイエットとかで行き詰まった時っていうのは、本を読んだり人と会ったり自然や動物、土と触れ合うっていうこと、これらがものすごく有効になります。ダイエットっていうことで紹介をしたんですけど、実はですね、これ自分が悩んでる時に実際やって効果があって効果を実感してることなんですね。なので今ですね、もしあなたがダイエットで行き詰まっててずっとやっぱりモヤモヤしてるとかそういう状態であれば、ぜひですね、今挙げた5つの中で自分がやってみたいことっていうのをやってみて変化を感じてみてください。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねボタンをお願いします。また動画の中で分かりにくかった点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。 YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガをほぼ毎日配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。また Twitter やインスタ、ブログなどの SNS でもほぼ毎日情報発信していますので、こちらもフォローお願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。ではまた。